お前ら最近ちゃんとやってんのかよこれ。はい。お前ら最近ちゃんと後輩見てんのかよこれ。はい、すいません。俺が言われんだよ上からよ。じゃーん、現れちゃいました。今回は町田っすね。町田です。町田の案件、もう無理やり案件来ました。はい、もうこれゲリラで来たんですけど、これ見て、さっきドン京で町田ですね。町田のドン京で、もう何口か分かんない。とにかく調べりゃすぐ分かる。ドン京で、これ本店だから。これ本店だから。本店町田なんですか。世界で1店舗しかないんだよ。ここっすね。ここしかないよ。みんなドン京ホテってみんな知ってるけど、ここに来てる。今日あれですか、ドンキの案件ですか。ドンキの案件だよ。じゃあ行こう、走行きましょう。ちょ足疲れたからレンタカーでちょっと一回借りてから行く。しかいいの。そうじゃなくて。じゃないですよね。そうじゃなくてこっち行ったとか。あ、逆なんですね。逆よ、こっちよ。もう今をBGM に変わったところ。何ですか今日は。こっちですか。そうです、違う。こっちだよ。これ見えない。見えない。いいだろ、見えない。金もらってねえんだから。そういうこと言うな。まあでもね、しっかりもらってる。これなんか見たことありますね。あ、そう、はい、初めてだと思うんだけどね。立ち飲み特集で。ドラム缶って書いてあります。あ、そう、はい、どっから見たことある。あ、そう、はい、町田店って、まあ、これもね、ここが1号店。あ、そうだよ。ドンキも一緒なんだけど、これが1店舗目なんです。立ち飲み居酒屋。ドラム缶。あ、ドラム缶。そこ弱い。ちょっと感じが弱くてちょっと暗いよ、周りが。サングラスかけてる。サングラス。毎回これ毎回ですね。まあ、とりあえず、はい、中攻めたいと思います。そうですね。そう、はい、で、これ1階じゃないかな。なんか3階って書いてあります。3階、はい、で、ここにロープがあって、そこから登っていくから。ロープですか。ロープある、ロープ。おい、ロープなわけねえだろ。違います。ロープで上がれるわけじゃん。3階なんですね、3階。だから、はい、エレベーターだから。あ、エレベーターだ。エレベーターだ。はい、3階なんだ。いや、営業中ですか。マジで怒られますよ。ちゃ下そうそう、3階だね。そこじゃない。そこじゃない。違う、まあ、とりあえず3階に行ってみたいな。ここでビデオカット。8、5。はい、やってまいりました。ドラム缶、もうエレベーター吹っ飛ばして3階。はい、まあ本当はね、ロープで上がってくるらしいんですけども、まあ今日はちょっとエレベーターで1000円払ってもらってました。ロープなかった。あるんだって。あるロープあるないもん、お前の想像の話だからね。そうだよ、すいません。あるんだよ、あるって言ったから、ね、3回上がってきました、はい、ここ先言い忘れたんですけど、町田駅の小田急線の西口からが近い、はい、オールユニット、小田急線だったら。で、JR だったらもう、もうすぐ、もう何口か分かんないんだけど、もう調べてくればいいんだから。もう今時あれなんだから、インターネットがすごいんだから。分かるでしょ。まあ近いですよね。パーソナルコンピューター使えって言ってる。強いですよ。ほんと、やるからすぐ殴るから、本当に怖いよ。ってことで、もうちょっと主役のオーナーさんの方にちょっとバトンタッチ、カメラ返しましょう。はい、3、2、1、9。いらっしゃいませ。ちょっとよしくったんだよ。いつもやりまして、橋田号待っておりましたね。二日酔い状とともに。やっぱりね、ありがとうございます。よいぞー。よいぞー。ね、撮ってくれてね。まあでも今日実はね、これ撮る前に、この、しゅんたん。シュンタンの方の YouTube のチャンネルがあるんですよ。無駄に、はい、YouTube の名前がシュンタンでチャンネル名は、ね、そうだよ。そうってことで、今日はありがとうございました。出たおー、バイバーイ。違う違う違う、これから今始めます。すみません。お客様、お飲み物は。あ、行きます。お金入れて。本当、ドラム缶のね、何回も来たんですけど、ここはね、ちょっと特別で、チューハイ、やっぱり行きたいんですよ。チューハイ、ね、プレーンのチューハイ行きたいんですけど、15時オープンの
24時までなんですが、18時まで15時間、3時から6時までハッピーアワーってドリンクがあのホッピーとかビンビール以外の瓶系以外は50円引きっていうのをやらせていただいてますので、橋の方から。じゃあ10円100円じゃねえかって話。そう。今ギリギリ17時台なんで今間に合ったんで、まあ、ちょっとその午前便を対応するものでチューハイ行ってみようか。でも100円なんでちょっとここはね金宮っていうのがプラスでこう金宮はい方の焼酎でやるとプラス50円これが150円150円で、はい、これでちょっと作ってもらおうかなと思ってるんで、まあ、ちょっとお時間かかるみたいなんで、まあ、僕のちょっとくだらないおしゃべりもやってみようかなと、まあまあ、早く飲み物出てもらう早い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 よ。キャンペーンもう早いコラボ中で意思疎通ワンダイナムコゲームさんとそうだよコースターをねこういうファミスロでしょ。あ出た出た出たこれあれじゃない伊藤名人違う高橋名人あ高橋名人高橋ね18連打ね、はい、すごいんだよこの人本当16だからね本当にイオはまだだなっちゃうなっちゃう本当にシーって、まあ、でも俺が BGM とかあの、はい、もう効果音とか入れてカバーしてくるねねということであのちょっとこのね店主さんはお酒好きなんでちょっと一杯いただきたいみたいなおおあら、はい、よろしいですかいいいいあそう、そのご好きなもの飲み物あはいそうそうそうえ何でもいいよだウーロンハイでもまあレモンサワーでもねいいと思うよハイボールじゃあテキラーテキラはいテキラですテキラだよすげえいいゲーム全然違うだから、ハッピーアワー中だからそうテキラだけ500円だけどあのハッピーアワー300円だから、うん、そらそうだ、昼間からテキラ飲むやついないからそうそうそう昔こういうのクラブが好きでクラブには遊びに行かれてクラブの前で遊んでたのそうそうそう前なんですねカップラーメンと缶ビールで漏れた音聞いて乗ってた本当のストリートサイファーサイファー用意用意でフリースタイルのフリーみたいなのをいつもやるけどやらないから今日そうできちゃうやつにはやらないそうでも飲む飲むへいのいいよ一応一応乾杯しましょうどうぞどうぞどうぞすごいいったわよ町田に橋だ俺の勝ちだ俺は旬だここの橋だだけどもまっすぐやっていく、うん、富士山ニコルじゃねえ、俺はジコル。そう。おせえ。勝手にやっちゃう。はい。ドラム缶町田店のおすすめメニュー。かね。あ、そう。フードも頼みたいです。そうです。何しようかな。あ、おすすめがそこにあるんですね。あった。あった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 。で、俺この9、5分の9ってやつね。サムシェイクのやつかな。3分の1。それ3分の1ですね。ね、これはね、今日の日付ですねすいません、鶏ハムかっこゆずこと一番上にあるんだから、これ行きたいぜひこれ行きたいこれ鶏川の桃の酒っていう人の感じなんで、はい、なるほどはい、私なんですかっこいいもので料理、料理見ながら、まあちょっとしばらくあの料理してる時間がかかるんではやーい出した5出した5もう出した食うぞ5行けよ5食べていいの今日8、4、5みたいな下に取ってきたうんやったやったやった見てまーすちょっとお箸が箸だこ見てまーすこの店のお箸はちょっと、ね、僕の手がでかいじゃないちっちゃいよ酔いぞうのつくむところだよね爪楊枝そうそういつもの酔いぞうの声が出てるここニルバナのおお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 おいうまかっこいいうまうま最近ユニクロでもあれこれ違うんだよな箸だって書いてあるよ箸もんだよもんだよバンダイ箸だバンダイ箸さっきあったって実はさっきもちょっとチラ見してっかいただいたんで、ここステッカー、ええ、遊びに来てくれた人ね、あの橋田のステッカーありますかって言ってくれたらね、あればお出しします。でなんかもうここ取っていた、ダーって取っていって、ちょっとやり忘れたことが一つあるんですけど、ね、なんか頼んでもらった時にあのピンポイントカードございますかみたいな。あ、やってる。もういいよ。わあ、もう遅い。橋田のキーだから。なるほど。これがこういう状態で冷凍で売ってるものを出してるわけじゃなくて俺が朝4時に来てあの仕込みしてるわけですよ朝4時3日かかるわけですよ、うん、だろでその作ってる過程でできるのがなんと鶏皮ポン酢あーわーわー鶏皮剥がすでしょでそれも煮るでしょそれポン酢かけて鬼すらと一緒にポン酢鬼すら150円だけどこれが250円だからこの肉が100円ってことだからすごい 頭が悪いやつのね出し方うまい、ね、鬼すら食べてほしいからみんなにウニスラ食べてほしいからこうなっちゃった
よく喋るな俺。で、すごいんだ。橋田5チャンネルだから。チャンネル登録よろしくね。いや、ほんと、ほんとそう、ここまで。ね。ほんと、でもこの、しゅんたんの魅力ですんごいお客さんが。まだオープンして1ヶ月かな。そうです、1ヶ月経ちましたね。全くないなんですけど。はい。常連さんがとっかついて。ね、階段移してもらったら並んでるからね。並んでる、すごい。ファストパス配ってるから。前もあったよ。あったね。あった。で、ローソンでチケット売ってるんで。そうピアでもね。ロッピーです。ロッピーのピアの機械で売ってるから。で、あれをボーンって壊すと、その現金取れるから、ね。そういうのダメやっちゃう。違う。そういうのは。お金は入ってない。入ってない。QR のレジに持っていく。そう、QR のレジ。今だったら金っぽいとか聞かない。メルカリを出すときに使う。メルカリ、そう。そうでしょ。ということで、もういいか。あ、でもこれでも本当にマジで結果もらえるからで、これメルカリで今は300円、だから4日後はもう800円ぐらいになってるし、もうバイバイゲームだから。倍でもなかったけど、だってレアのもん好きだろ見てるやつお前らって話で、ほんとマジで絶対そうだね、やったな、やった今やったんだから、動画だからやってる、そうだよ、全然やったから。で、あの後俺が拾いに行くんだから、そうだよということで、まあ、もうあまりにもあれなんで、もう結構あれなんで、もう最後にあの町田亭の瞬間で今後のフューチャーの話、ノーフューチャーじゃない、ノーフューチャーじゃない、フューチャーの話、あるフューチャーの話と、まあ、お店のちょっとアピールしてもらって、そうね、まあ、今日は締めたいと思います。はいはいはい。マスダの皆様こんにちは。あのマスダ在住じゃない人もたくさん来てくださいますけど、マスダ在住の皆様もね、もっとね、知ってほしいと思って、やっております。で、何をしてるのかというと、こういうことをしてて。だから結局 SNS とかね、見てないと、気づかれにくいんですけど、ポプテピピックね、来週もポプテピピックなんで、はい、ね、ノープランだし、いつもノープランだ、こっちの動画を見てもらえば分かるけど、いつもノープランだからね。よしぞは、よしぞはどう思うの。いや、いいと思います。あ、そうそうそう、あしたー、まあ、フリースタイルですね。ってことで、ありがとうございました。瞬間の瞬間 TV、はい、まあ、今日はここで、もう町田店はとにかく楽しいんで、はい、来たらもうおしゃべりもできるし、もうあれなんで、もう最高なんで、もうぜひ遊びに来てくださいって言っとけばいいや、ね、そんな感じで、橋田号、町田店ドラム缶でした、チャンネル登録、グッドボタン、バットボタン、すべてよろしくお願いします。ってことで、また次回どこかで会いましょう。ありがとうございました。Yeah, I can't